膝が痛いお年頃ツッチーパフォーマンスです。皆様も尿酸値の上昇にはお気をつけくださいませ。まあ、そんな僕のどうでもいい話は置いといてですね、今日はボンド名古屋に来ております。ボンド名古屋今月7月をもちましてちょうど1周年となりました。本当に皆様のおかげでございます。ありがとうございます。というわけで今回はちょっと1年経ったボンド名古屋の様子と、あとはピットの方にちょっと面白い車が入ってるみたいなんで、ちょっとその辺をお届けしたいと思います。行ってみましょう。改めてちょっと店舗の方を紹介させていただきたいと思います。ボンド名古屋、車両販売のボンドカーズ名古屋と、あとは整備とかカスタマイズのボンドショップ名古屋が一緒になってますので、ちょっと商品車なんかが置いてあるフロントの方に行ってみたいと思います。で今日のラインナップはロールスロイス、ウラカン、はい、もうレギュラーメンバーのスタメンのグロノスと、あとはケイマンとか、はい、その辺が入ってございます。はい、そしてロールスは、はい、マンソリーのホイールが、はい、ちょっとこの辺も機会があったら紹介してもらいましょう。でちょっと改めてになるんですけれども、名古屋店はまあ、大宮店もそうなんですけれども、ホイールのディスプレイかなり充実してますんで、まあ、アメタン各種特におすすめのもの、はい、がバッチリ展示されてございます。はい、この辺が ADV とかアナーキーとか、まあ、アメリカの缶底ですね。はい、でこっちがヨーロッパ系チューナーホイールとか、はい、あとは国産のハイパーフォージトなんかも実物を見て決めていただけるっていう、そんなディスプレイになっています。であとはショールームにあるこちらのホイール、はい、なんとですね、鉄筋風デザインの缶底ホイール、これ実は販売中みたいです。で多分名古屋店のブログに装着写真なんかもありますので、ぜひ興味のある方お電話くださいませ。こんなのも展示してます。であとはもう名古屋店のショールームこう割と広く、はい、ゆったりと車見ていただけると思いますので、もう興味のある方お気軽にお越しくださいませ。そしてですね、名古屋店も車両販売とボンドカーズと、カスタマイズ、整備、ボンドショップが一緒になってますので、お車の購入から、まあ、そのままカスタムっていうご相談もしていただけます。もう本当に簡単なものから、もう例えばスペーサーとかローダウンとか簡単なものから、もうフルエアロみたいな、がっつりいじるなんてこともできますので、ぜひぜひフロント陣に、ご相談ください。ちょっとそしたら、改めて名古屋店店長の井村店長に1周年のご挨拶をさせていただければと思います。井村です。でまあ、名古屋店の方もおかげさまでこの前の5日で1周年を迎えまして、最初はね本当になんかもうどうなるか、名古屋ボンドどこみたいな、ベースが全くないやってきたんじゃねえのみたいな話が結構あったんですけども、まあいろいろなお客様、まあ、新しいねお客様にご来店いただけるようになって、結構そのお客様がうちのことをね喋ってくれたりとか、まあ、ディーラーさんが喋ってくれたりとかっていうことも増えてきたので、部品の方もですね工場の方も割と稼働するようになってきたんで、非常にありがたいと思います。ただまだまだできてないこともたくさんありますし、名古屋のお客様で新しいお客様にまだまだお会いしたいんでね、どんどん何でも言ってもらえればと思います。まあ、名古屋店名古屋だけじゃなくて名古屋近県のお客様、そうですね、はい、東海3県、はい、うん、もうお待ちしておりますので、うん、もう気軽に何でもカスタマイズ、はい、はい、お気軽にご相談ください。であとはですね、ピットの方にちょっと今回面白いというか新しい車が入ってるみたいなんで、ちょっとそれを見に行きたいと思います。じゃあなんと新型フライングスパーが入庫中みたいです。しかもナンバーなしの都心車ということで、これをちょっとなんか作業してるみたいなんで、ちょっとメカニックのスタッフに聞いてみたいと思います。メガニックの酒井君にどんな作業をしているのか解説してもらいたいと思います。こんにちは、メガニックの酒井です。で今このフライングスパーはどんな作業を、はい、はい、これは、はい、もうド新車なんですけど、はい、とりあえずロアリングができるかどうかっていうのをちょっとこのお店で検証するということで、ちょっと ローダウンできるかどうか。そうですね、なるほど、はい、あとは、スペーサーの取り付け今やりましたので、ちょっとホイールが出面がかなりちょうどいい感じ、はい、少し出てると思います。
まあ、新型のフライングスパーでもスペーサーなんか取り付けができちゃう、はい、でローダウンを今回するにあたって車がエアサスなんでそのロアリングロッドっていう基準値ずらす部品をつけてるそうですわけなんですけど新型だとやっぱりデータがないんでこれをちょっと上げてそのデータ取りして下げられるかどうかっていう、そう、はい、試行錯誤で下げるんであればどのくらい下げられるのかっていうのを今やってるみたいです、はい、でボンドグループ部品なんかを取り扱っているラガーコーポレーションが自社の中にありますので、まあ、こういった新型車も、車を解析してそのままパーツリリースもいち早くできますので、まあ、データがないようなローダウンできるかどうかわからないような車もご相談いただければ、まあ、できる限り、はい、対応できますのでぜひご相談くださいませ、はい、そして他にもなんかいろいろ車入ってるみたいなんですけども、はい、こっちはこれは、はい、そうですね、製薬車になりまして、これから整備などをしていきます納車前のいろいろフルード交換とか、はいはい、フィルター交換とか、はい、そういうことをしていくみたいです、まあ、ボンドグループの場合自社で全部整備だったりやってますので、まあ、ご安心してお乗りいただけますし、まあ、プラスアルファの作業も、全てお気軽にご相談いただければどんなことでもできるようになってます、はい、あと奥のこれは X5-7 です7なんですね、はい、これもなんか足元がバラバラになってると思いますけど今見てわかるようにキャリパーが本来はついてるんですが、はい、今外されている状態です。これはキャリパーのペイントとあとパッドの手ダストのあなるほど、はい、ものを今製作中、はい、加工に出してる。そうですね。で、まあ、ホイールが汚れないタイプのものに交換して、はい、ということはじゃあ期待しちゃっていいんでしょうか。そうですね、はいはい、なんとホイールも交換するみたいです、はいはい、ホイールは今ペイントに出しています。あなので、はい、純正をペイントする。あ純正ペイントで、はい、あと、ここにフォードファントム EX というこちら車がディーゼルなんですけど擬似的に音を出すカスタムパーツ、ね、あーはい、これ確かスピーカーが防水のスピーカーが入ってて、そうですね、排気音っぽい音というか排気音が出てくる、はい、はい、でやっぱりどうしてもディーゼルだとマフラーサウンドがちょっともう物理的にちょっとそうですね、大きくしたりとかレーシーなサウンドにできないんで、まあ、こういったパーツの取り付けもこれはもちろん適合がない。そうですね、これもテストというか、まあ、実績がないのでちょっと付けられるかどうかっていうのをこちらで判断しながら作業中です。でこうワンオフで付けて、ちなみにちゃんと動作するようにまだなってます。まだなってますこれから今、はい、これからなるみたいです。室内も、はい、なんで本当にこういったディーゼルの車もいろいろできます。でこれはじゃあブログに今後登場するのを期待しちゃっていいんでしょうか。はい、はい、というわけで、この完成の様子はブログをチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。そしたらですね、名古屋店でカスタマイズさせていただいた車がちょうどあるっていうことなんでちょっとそちらを紹介させていただきたいと思います。なんと車がアバルト、はい、だからちょっと普通のアバルトじゃないみたいなんでちょっとその辺とあとカスタムしたポイントをいくつか教えてもらいたいと思います。これはちなみに全然見たことない感じのアバルトですが、そうですね、なんか特別な、はい、もうデカールとかも特別な仕様なんですけども、これは70周年記念で作られた、まあ、名前も70周年の70というのでセッタンタアニベルサーリオっていうモデルになるんですね。へー、ちなみにこれ695になります。あ、なるほど、はい、でどの辺がどの辺がっていうかもう色も、そうですね、色が、はい、色がもうちょっとその限定カラーみたいな、はい、でこの辺のボンネットのこの辺とかも、はい、純正、純正です。あ、なるほど、はい、オーバーフェンダーついてるのも純正で、あ、これも純正なんだ、はい、特別カットというか、はい、でなんかさっきちょっと聞いちゃったんですけど、はい、加算ポイントとしてはこの、今回これもちょっとカスタムしてまして、普通はここは塗られてないんですけども文字の部分だけ今このグレーと同じ、はい、カラーで色を合わせてるんだこれ、はい、色を合わせてペイントを、はい、してあります。じゃあ普通はもうよく見ないとこうアバルトって書いてあるのが分からないと、そうですね、はい、パッと見て分かるように、はい、なるほど、ちょっとなんかインタークーラーにメーカーロゴ入れちゃってるみたいなそのぐらいのインパクトが、はいはい、あります、はい、そして横に回ってると横もなんかすごいことになってますけど、はい、ブレーキがそうですね、アバルトなんで大きいのが入ってて大きいのついてます。でこのホイールもこの70周年記念モデルの特別なデザインになってるんですけども、はい、あとはそうですね、
ローダウンが。ローダウン、今回しましたのと、はい、オイルも実は特別仕様なんですが、今回交換しちゃいます。あー、なるほど。はい。最近それ、学習して、はい、ちょっと特別仕様なのに変えちゃうっていうのは、もったいないじゃなくて、ええ、逆にその特別仕様のホイールを取っとくために、そうですね。はい、変えるっていうのが結構多いっていうのを聞いて、はいはい、非常におすすめな、あえて変えちゃうっていう。はい、それと、こちら、サイド見ていただくと、エンブレムも特別なものがついてる。後付けと大場目だけともなんか本当に純正と思えないようなサイドスカートとつながった、ね、はい、結構ワイドに見えますね。でもこれ屋根とここと、はいはい、もうこれが一番インパクト強いと思うんですけど、これは純正カッティングでこのチェッカーフラッグを、そうです。で今回はこの上にプロテクションフィルムを貼ってます。これはこうここが貼ったの。そうですね、こことあとフロント周り、なるほど、はい、傷防止のプロテクションフィルム、透明のが当たるみたいです、はい、で、あとここの文字、実は、純正だと色は入ってないんですが、今回カッティングで同じように切り抜いて、ね、切り抜いて、はい、このへこんでるところだけ、はい、色味がもうほぼ一緒、カッティングだけど、はいはい、バッチリしながらカッティングの方をさせていただきます。じゃあもう純正の良さを生かしつつ、なんかこうちょっと主張をちょっと強めにした感じの、はい、はい、でリアも、はい、そうですね、至るところが、はい、はい、このディフューザーとか、そうですね、はい、ディフューザーとか、あとこのエンブレムも実はその古いモデルのなんていうんですか、オマージュらしく、はい、ちょっとカラーが見てわかります、ちょっと金属感が、確かにちょっとなんかアルミの削り出し感というか、そうです、はいはい、ちょっと削った感が少し、あとマフラーも純正でそのレコードモンスター要はいわゆるオプションがもうすでについている状態。ああ、なるほど、漏れなくついてくる、はい、そうですね。で色もなんかちょっとシルバーっぽくペイントがされています。なるほど、はい、もうこんな特殊な車というか特別な車を惜しげもなくカスタマーしてるんですけど、はい、ちゃんと純正の良さを生かしつつの、そう、はい、カスタマーしてます。そして中がちょっとすごいことになってたんで、ちょっとそちらも見てみたいと思います。中がなんとこのシフトは、それシフト名前店でやったんじゃないの。そうです、ここで取り付けの方をしました。シフトがなんか偉いのが入ってますけど、はい、ショートストロークシフト、いわゆる、はい、ものなんですが、さらにすごいショートストロークの CAE ウルトラシフターというものが付いてまして、純正比でいうと 75%、まあ、約 75%ショートストローク化できるというもので、はい、もうさっきちょっと車を動かさせてもらったんですけど、もう本当に これでギアが入っちゃうっていう、本当に多分3センチぐらいしか動かしてないんじゃないかなっていうぐらい、はい、なるほど、めちゃめちゃクイックです。まあちょっと見えないんですけど、この中のメカニズムをちょっともうごっそり交換する感じ。そうですね。でそれがなんか削り出しですごいかっこいい、はい、ちょっとブーツつけるのがもったいないぐらいの、そうですね、はい、今回はこの純正を崩さずに、なるほど、綺麗に、はい、こんなのもつけてると、はいはい、一応シートも純正よりローダウンできるシートレールを取り付けして、少し椅子の位置を下げてある。あ、そうなんだ、はい、ローポジになってる。そうですね、ペダルもなんかすごくかっこいい。そうですね、はい、アバルトのペダル、はい、ダイノチャートを発見いたしました。はい、なんでパワーチェックしてるのかなと思ったら、なんとコンピューター書き換えをしてるみたいです。馬力もちょっと上がってる感じの。そうですね、ブーストを上げて馬力も少し上がってるみたいです。もう十分多分速いのにさらに速くなってる。見た目じゃちょっとあまりわからないんですが、一応ここ、工事のフローバルついてます。あ、なるほど、はい、シェン言いますじゃあサウンドもレーシーそうですなってる、じゃあもう本当に外装からエンジン、はいはい、マフラーとかそういうチューニングまで、はい、まあ、全てお任せいただける、そんな感じのアバルトをご紹介させていただきました。はい、というわけで今回はオープンから1年経ったボンド名古屋の様子をお届けしました。より多くの皆様にご利用いただけるように、そして
20年、3周年、5周年、10周年と重ねていけるように努力していきますので、ぜひともボンド名古屋をよろしくお願いいたします。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。